アレクセイ・コンスタンチノビッチ・レベデフは、ロシアの中馬奏者、教師、チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院教授。アレクセイ・レベデフは1924年1月9日に、リッペツク地方、ダンコフに生まれた。彼の父は名誉外科医で、町の病院を管理した。彼の母は、中等学校の数学教師であった。彼は1942年に学校を卒業し、 陸軍に入隊後、軍の不評学校を卒業すると、1943年に前線に送り出され、そこで負傷し、手術を受けることとなる。彼は退院すると、モスクワの軍学隊にて勤務を続ける。モスクワにいる間、彼は、サンクトペテルブルク音楽院で、音楽理論途中場の勉強を始めた。除隊後、彼は1945年に、 チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院のオーケストラでチューバを勉強する。彼は1949年に1年早く優秀な成績で卒業し、音楽院の石碑に名前を刻んだ。1950年から1953年の間には同音楽院で作曲を学んだ。百五十三年から亡くなる百九十三年まで、モスクワ音楽院の管楽器学部で、 中バと金管の室内楽を教える。1950年から1966年まで、アレクセイ・レベデフは、ソロ中バ奏者として、ボリショイ劇場に入団した。彼は、ティ・ド・オック・シャイザー、ワイ・ガンドル、V ・パレック、エム・ザニアロブと共に、ボリショイ劇場金管クイーンテットとして、コンサートやレコーディングを行った。ケイコンドラシン式のモスクワユース・オーケストラにて、 ハンガリーとオランダでのユースフェスティバルに参加する。1950年から1993年まで、彼はモスクワ音楽院で初めは教員、准教授を経て、1986年から1993年までは教授として働いた。彼は20年間の間、金管室内学も教えた。1959年から1974年までは二巻に及ぶ。 彼自身による曲を含むチューバの教則本を2回に渡り出版した。彼はその時代のロシアの作曲家とも協力することにも、務め、教則本への貢献をしてもらった結果、エヌロカブ、V キクタ、ケイボルコフ、テースミルノブ V ストルーコブ、G ドミットリーエーブによるオリジナルのチューバの楽曲が作曲されることとなった。これらの作曲家とレベデフによる楽曲はロシア、 そして国際的なコンクールのプログラムに組み込まれ、ソロコンサートにて演奏されることとなる。レベデフの音楽院での43年の勤務の間、50人もの中馬奏者が彼の元から卒業し、彼から金管室内楽を習った者は100人以上にもなる。彼の2人の文化生は、連邦の管理楽器奏者の大会で入賞しており、 多くの文下生は、ロシアの数々の有名なオーケストラに入団している。具体的には、Y. レロン、A. カザケンコー、V. ゴルベンコ、S. ティカノーブ、A. フィロッピブ、Y. ソバレブ、Y. アフレモブ、V. スターコフなどが挙げられる。彼らの数人は、ソ連の時代にあった共和国で働いており、モルドバでは、S. パシャトーフ、Y. ストレルチュク、V. アポストル、ウクライナでは、 エスカーラミブがベラルーシでは N. ヤーシャウィッチが有名である。レベデフが作曲を始めた頃はチューバのための曲が数少なかった。彼は学生時代1947年にコンセールナンバーワンを1949年にはコンセールアレグロを作曲した。どちらもピアノとチューバのための曲である。それらは1950年と1956年に 出版され、後に数回再出版された。彼は、オリジナルのチューバとピアノのための練習曲や基礎練習曲を作曲し、昔の作曲家やその時代の他の作曲家の作品をチューバのために編曲し、チューバのレパートリーを広げた。1986年にチューバのためのコンセールナンバー2を作曲し、それは彼の死後、1995年に、 ドイツでホーフマイスター社により出版されることとなる。彼は金管アンサンブルのための作曲や編曲も行っている。彼の作品の中で特に面白いのが歌曲である。1950年から1970年までの間、彼は60曲以上の歌曲を作曲した。軍隊のための曲から子供向けの曲まで、それらはよくラジオで流され、歌曲集に含まれたりした。 レベデフは音楽界でよく知られることとなり、高く尊敬されていた。1998年には、彼の生涯をかけたチューバに対する貢献に対して、世界チューバ協会により、最も名声のある作曲家として表彰された。ありがとうございます。